海と日本。瀬戸内で暮らす私たちにとって海は身近で特別なものです。そこで今回はあなたにとって海とはと題して、皆さんの海への思いを聞きました。私にとって海とは遊び場です。ダイビングを通して、水中の生物を、観察したり、一緒に泳いだり、水中の中を海洋生物と一緒に、楽しむ場所だと思います。海とは夏の楽しみです。生まれ育ったのが海がないところだったんで、ずっと憧れてました。今海の近くにいるので、憧れを今満喫しているところで、ダイビングのインストラクターになりまして、しっかり海を楽しんでおります。私にとって海とはかけがえのないものです。魚とか、水中の風景とか、とても癒されて綺麗なものがいつも見れるので、毎日違った風景を見ていきたいなと思います。私にとって海とは笑顔あふれる憩いの場です。海に来たら子供から大人までたくさんの人の笑顔があふれている、そんな素敵な場です。なので、大人は安全第一に笑顔あふれる場を大切にしたいなと思っています。非日常です。ダイビングをしたり、海の中の世界を楽しんだり、あとはバーベキューをしたり、非日常を楽しんでいます。私たちにとって海とは、せーの、笑顔になれる場所です。楽しいよね。私にとって海とは心休まる場所です。嫌なことや辛いことがあっても、海に行くとそれを忘れられて、穏やかな気持ちでまた過ごすことができます。この夏は皆さんも新型コロナ対策しっかりして海を楽しんでください。最後までご覧いただきありがとうございます。 Facebook、Instagram、Twitter、チャンネル登録よろしくお願いします。